サンタクロースのお正月、寒さが身に染みる、クリスマスの夜、プレゼントの山にうずもれながら、サンタクロースは大きなため息をついた。クリスマスの夜は、一年で最も忙しい夜だったが、サンタクロースには、新しい冒険が待っていた。それは、お正月の冒険だ。サンタクロースの家では、エルフたちが、クリスマスの後片付けに追われていた。しかし、エルフたちも、また新しい冒険に興奮していた。サンタクロースは、エルフたちに尋ねた。お正月って、どんな風に過ごすんだろう？エルフたちは、少し考え、そして、ワクワクした表情で答えた。お正月は、新しい年の始まりだから、新たな冒険や楽しいことが待っているんですよ。サンタクロースとエルフたちはお正月の冒険を求めて街を歩き始めた。街の中心にはお正月の飾り付けが施され、人々は笑顔で新しい年を迎えていた。子供たちは家族と一緒にお餅つきやたこ揚げを楽しんでいた。サンタクロースはエルフたちと一緒にお餅つき大会に参加することに決めた。エプロンをつけ、キネを持ってお餅をつく楽しさに笑い声が響く中、サンタクロースは新しい年に向けての希望と幸せを感じた。お餅の甘い香りが広がり、街中が幸せな雰囲気に包まれていた。次にサンタクロースとエルフたちは子供たちと一緒にタコ揚げを楽しむことになった。空高く舞い上がるタコは新しい年に向けた夢や希望を象徴しているようだった。サンタクロースは子供たちと一緒にタコを揚げ、空に思いを馳せながら心豊かな瞬間を過ごした。夜になり、街の広場では美しい花火が打ち上げられた。色とりどりの花火が空を彩り、人々は新しい年の始まりを祝福していた。サンタクロースはエルフたちと一緒に花火を見上げながら、今年もたくさんの喜びと幸せが訪れることを心から願った。お正月の冒険が終わる頃、サンタクロースは新しい年に対する希望に満ちた心で家に帰った。彼はクリスマスとお正月、それぞれの喜びを知り、その中で人々との触れ合いから得られる幸せを実感していた。次のクリスマスまで、新しい年の冒険が始まったばかりのサンタクロースとエルフたちは、笑顔と幸せを届けるために、新たな冒険に挑戦し続けることだろう。